はい、皆さんこんばんは、みつるの日常です。本日は、二頭筋の、トレーニング、腕ですね、腕の力こぶの、トレーニングをやりましたので、皆さんにちょっとお見せしていきたいと思います。で、普段、二頭筋と三頭筋は別に鍛えてまして、まあ、メインで胸と背中を鍛える日の、補助筋っていうようなイメージで、後に鍛えるような、ルーティンでいつもやってます。で、この日は、先に背中のトレーニングを、やって、その後に、まあ、補助筋で使っている二頭筋のトレーニングっていうような流れになってます。で、今やってるのが、イージーバーを使った、アームカールなんですけど、まあ、単刀狙いですね。単刀、二頭筋の、内側の方の筋肉を狙ったトレーニングになるんですけど、最近は、かなり体をですね、しっかり固定して、なるべく、負荷が全て、まあ、重さがしっかりダイレクトに、対象筋に乗るっていうところを意識してトレーニングしてます。コンテスト終わってから結構このイージーバーのアームカールも、スタンディング立った状態で結構ぶん回してたんですけど、とりあえず腰が痛くなるし、全然まあ、入ってるじゃ入ってるんですけど、こう続けられないというか、結構きつかったので、腰が、なので結局こういうトレーニングに、行き着きました。で、これが2種目目かな、2種目目なんですけど、これも同じですね、内側単刀狙いのインクラインダンベルカールになります。で、まあ、今の2つのトレーニング、基本的にはこう負荷のかかるタイミングっていうのも同じなんですけど、まあ、自分の場合はあんまりこう最初に負荷がかかったりとか、最後に負荷がかかったりとかっていうところで細かく考えてはいなくて、まあ基本的にはしっかり大きい動作で丁寧にやるっていうところを、今回のオフは意識してトレーニングしてるので、まあ、もちろんね、その最初から終わりまでフォームの中で多少負荷が抜けていくタイミングはあるんですけど、あんまりこう自分の中では細かいトレーニングをするっていうよりは、今はしっかりと 100% こう、なんて言うんだろうな、 100% の、可動域で動かしていく中で、まあ、全体的にその、まあ、力も養っていければなというような、感覚で今やっております。結構このインクラインのダンベルカールはあまり重さが持てないので、これ確か9キロとかだったんですけど、きついんですよねこんな感じになっちゃいますまあ見てもらえると分かるんですけど、基本的には、肘から先をこれは動かしているようなイメージですね。肩から、まあ、肘にかけて、一直線に固定した状態で、肘から先をしっかり曲げたり伸ばしたりすることによって、今動いてると思うんですけど、二頭筋が収縮したりストレッチしたりっていうところになっていきます。まあ、このトレーニングは結構丁寧にやった方が自分的にはすごい負荷が入るので、あんまりこうこのフォームでチーティングは使えないので、逆に結構丁寧にやりますね。はい、次は3種目目ですね。これは今度、長頭の方を狙ってますね。二頭筋の外側の筋肉、長い筋肉を狙ったトレーニングです。はい、名前は、ダンベルのハンマーカールですね。はい、まあ、こういう動きっていうのは総じてハンマーカールって略す人が多いのかな。まあ、ただその何を使ってハンマーカールをやるのかっていうところで名称は変わってくると思うんですけど、まあ、このトレーニングも結構もちろん二頭筋狙ってるんですけど、しっかりとこう握りしめてトレーニングするので、やっぱり握力すごい使うんですよね。なんで、まあ、もうちょっと重いの持てることは持てるんですけど、やっぱりこう上げるときにね、肩が挙上してしまう、肩も一緒に上がってしまったりして、結局
二頭筋には入るんですけど、こう僧帽筋もねかなり動いちゃったりして、なんかシュラックみたいな感じの動きになってしまうので、これ自分が使ってる重さが多分16キロぐらいのダンベルだったと思うんですけど、まあ、20キロとか22キロとかでやっていた時期もありますけど、それだとやっぱり特に力の弱い方の、腕はやっぱり負荷がねあまりかからずに、肩だったり僧帽筋に逃げてしまうので、まあ、最近はちょっとまた重さを落として丁寧にできる、重さでやってます。はい、まあ、大体、こうワンハンドで左右交互にやっていくような感じなんですけど、まあ、12回ぐらいかな、10回から12回ぐらいを丁寧に、当てていくというような流れになります。まあ、見てもらうと分かるんですけど、これも肘から先を、動かすだけ、さっきのインクラインの、ダンベルカールとほぼ動きの形は一緒だと思います。ただそのダンベルの向きだったりっていうところで、負荷の入り方を変えているような感じですね。はい、最後はですね、これも同じ長頭を狙ったケーブルのハンマーカールになります。ケーブルの場合はね、負荷がずっと抜けないので、下げてる時も上げてる時ももう常に負荷が、かかってて、すごい筋肉に血流を送るには良いトレーニングなのかなと思います。まあ、初めからこうずっとケーブルやるっていうのもいろんな関節を使えなくなってしまうので僕はあんまやらないんですけど、最後はこういうケーブル使った種目が、メインになってきますね。はい、一応これで腕の二頭筋のトレーニングは終わりかな。はい、まあ見てもらって分かると思うんですけど、かなりシンプルで地味なトレーニングなんですけど、やっぱり小さい筋肉なんでね、すごい負荷のかけ方が、自分は重要かなと思っているので、まあ、今後もちょっと、まあ、あんまり種目変わんないと思うんですけど、いろいろ試行錯誤して腕もねやっぱ細いので太く、そして、かっこいい形の筋肉を目指してちょっと腕トレも、しっかりやっていければと思いますので、皆さんまた、今度は三頭筋のトレーニングをあげますので、お楽しみにしていてください。